中華民国立法委員選挙は、中華民国の国会である、立法委員を構成する委員を選出するための、国政選挙。現在の立法委員の定数は113議席で、任期は4年である。小選挙区選出が73議席で、比例代表、海外代表選出が34議席、また台湾原住民枠として6議席が別途、設けられている。選挙制度は、 小選挙区比例代表並立制が採用されている。台湾本島では、憲法第7条の平等原則により、人口分布に応じて比較的に均等に分けられているが、人口が少ない離島部の報告権、金門権、連行権では同じく憲法にある。議員は、各県市から少なくとも一人という規定により、人口を無視して一議席を配分されている結果、 連営県全県区と議乱県全県区との間の一票の格差は約40倍になっている。なお、比例代表で議席配分されるためには有効得票の5%以上を獲得することが条件となっている。また、各政党の比例名簿中、女性候補は5割を下回ってはならないことも規定されている。協託金は20万身体ワンドル。 有権者総数当該選挙区の総議席数の10%を下回る場合は没収となる。また、同じ選挙区で当選者の得票数の1、3を超える落選者には選挙後の国庫補助金が交付される。なお、有効投票数ではなく有権者総数の10%の没収基準は高すぎて、無所属、小政党から出馬する人にとって不利であるとの批判もある。 比例代表の全有効投票数の3%を超える政党には、政党交付金が交付される。ただし、諸外国に比べると、ハードルがやや高いため、小政党には不利であると批判される。他国と同様に、投票者の出自や、地域性により、総統選挙及び、立法委員選挙において、広志愛と広志緑両陣営の選行度には顕著な差がある。 おおむねがい精人、本当北部の発家、本当東部と金門県、バソレッ島の住民及び台湾原住民が広し愛を支持し、放浪人及び本当南部の発家が広し緑を支持する傾向がある。立法院そのものは1928年に設立された。しかし、当時は群政期とされたため、立法院は全員国民政府から任命された。 1946年に中華民国憲法が制定されたことで、憲政期に移行し、1948年に中国の歴史上初の国家レベルの選挙が実施された。その総数は、憲法64条に基づく配分で決定され、以下の内訳で773名であった。各省、各直轄市選出者、二十二名猛虎革命期、選出者、 22名チベット選出者、15名各民族財編協築選出者、6名国外科教選出者、19名職業団体選出者、89名、投票する、小介席選挙の結果、決員13名、総数760名で、第1期の立法委員が選出された。ところが、国境内戦の結果、領土の大部分が、 中国共産党の手に落ち、大陸部選出議員の次回以降の選挙が事実上不可能となった。当時、蒋介石に従って台湾に脱出した立法委員は384名であった。中華民国政府はリンをチックでは選挙ができないことを理由に大陸部選出議員の任期を無期限延長した。これらの立法委員は万年議員と呼ばれ、 実際の中華民国の統治区域である台湾住民の民意が反映されないため大きな問題となっていた。1969年以降表向きの理由として台湾省の人口増加を上げて一部改選が施行されるに至った。1969年に行われたのは非改選議員の欠員補充選挙であり増加定員総数は11名であった。また、 国民大会代表も15人が欠員補充された。1972年の小会席総統5選が決定した国民大会で増加定員選挙が採択された。その骨子は自由地区と海外課協の議席を大幅に増やし、前者を普通選挙により、後者を総統の指名により定期改選し、非改選議員、欠員補充議員は改選しない。 というものであった。この第一回増加定員選挙でさらに51名の議席が増えた。同時に国民大会代表も53人が増加した。1975年には1名がさらに増加した52名分の立法委員増加定員選挙が行われた。1978年の立法委員国民大会代表増加定員選挙は 米中国交受立を受けて、相当緊急処分令により選挙が中止された。1980年の立法委員、国民大会代表増加定員選挙が行われた。立法委員で、議席は97名、国民大会代表で、議席は76名に増加した。1983年の立法委員、増加定員選挙では、議席は98名になり、 普通選挙枠で1名が増員された。1986年の立法委員、国民大会代表増加定員選挙では、立法委員100名、国民大会代表84名が改選された。1989年の立法委員、増加定員選挙では、改選立法委員は130名となった。1991年に、万年議員が全員退職し、 国民大会は1991年に、立法委員は、翌年の1992年から、全面改選が行われた。その総数は160名であった。なお、1998年の立法委員選挙は、台湾将棋会の廃止を受け、その議員数を足した224名となった。2001年2005年の選挙では、定数は225名となり、 2008年に小選挙区比例代表並立制が導入、任期が4年に延長されると同時に113名に半減した。ありがとうございます。